コンスタンチン・パブロビチ、コンスタンチン・パブロビチ、1779年4月27日から1831年6月27日は、ロシアの皇族、ロシア大公、チェイサレイビチ、1799年から1831年、パーベル一世の次男、1825年に定位継承権を放棄し、これが契機となって、 デカブリストの放棄が起きたことは非常に有名である。皇帝に即位することはなかったが、コンスタンチン一世と呼ばれることもある。1779年4月27日、セサレービチであったパーベル・ペトロービチ大公とその日のビュルテンベルク公女、マリア・フヨードロブナとの間に次男として、サールス・コエセローで生まれた。コンスタンチンは、パーベルの子供たちの中では、 要望も性格も一番父によく似ていた。祖母のエカチェリーナ二世から復活を夢見る東ローマ帝国の皇帝となることを期待されていたため、コンスタンティヌス大帝にちなんだ洗礼名を授けられた。コンスタンチンは生まれてすぐエカチェリーナ二世のもとに引き取られた。エカチェリーナ二世は初孫のアレクサンドル・パブロビチ、後のアレクサンドル一世と同様、 コンスタンチンの心身の教育に関しても自分がきめ細かく監督しようとした。しかし女帝はいつもの習慣から自分が信頼を置く人物に孫の教育を一任した。ニコライ・イバノビチ・サルトゥイコフ伯爵がコンスタンチンの実質的な盛り役となったが、サルトゥイコフにはニコの養育は2が勝ちすぎたようで、伯爵はよほどのことがなければコンスタンチンのすることに口出ししなかった。 このため、やんちゃで落ち着きがなく、わがままな巫女の性格はそのままにされた。1783年から1795年まで、女帝の孫息子たち二人の教育監督者を務めた、だけが、コンスタンチンの人格教育を行ったと言えるただ一人の人物であった。エカチェリーナ二世は1796年2月26日、16歳のコンスタンチンを、 ザクセンコーブルクイコーレザールフェルトコ、フランツの三女で十四歳になるユリアーネ、アンナフィオードロブナと結婚させ、アンナにとってコンスタンチンとの結婚生活は苦痛でしかなく、千七百九十九年には夫と別居した。そして千八百一年にはついにコーブルクの実家に帰ってしまった。コンスタンチンは千八百十四年になって妻を連れ戻そうとしたことがあったが、 アンナの断固たる抵抗にあって引き下がるのを余儀なくされた。この不幸な結婚生活の間に、コンスタンチンはアレクサンドルスボーロフ将軍の帰下で最初の軍事遠征に参加した。バッシニアーノの戦いでは、自らの失策がロシア軍の敗因となった、ノ備の戦いでは有猛化観査を示して、軍人としての誉れを得た。皇帝となっていた父パーベル一世は、次男の手柄を喜び、 国家の基本法によれば、定位継承者だけに与えられる、ゼレービチの称号をコンスタンチンに与えた。パーベルは、この頃から長男アレクサンドル、1796年より、ゼサレービチだったため、二人のゼサレービチが平立したに、対して、真感を抱いていたが、コンスタンチンに対する、この措置が、長男を排除して、次男を、後継者にしようとする。 パーベル一世の容易周到な計画の一端だったのかどうかは不明である。コンスタンチンは定位を獲得しようとはしなかった。1801年に父ミカドが暗殺された後は乱脈な一人者の生活を謳歌した。コンスタンチンは政治には関わろうとしなかったが、軍隊には外面を気にしてではなく心から親近感を覚えていた。1805年の戦役では、 このエ軍の司令官を務め、アウステルリッツの戦いでは、ロシア軍の敗因の一端を作った。1807年の戦役でも、相変わらず、軍人としての無能無りと運のなさを晒した。ティルジットの和訳締結後、コンスタンチンは、ナポレオン一世の熱烈な崇拝者になり、露仏同盟の支持者となった。このため、フランスとの同盟は破滅も同然だと考える兄、 アレクサンド一世への信頼を失ってしまった。コンスタンチンには、こうした兄の気持ちが理解できなかった。1812年に、モスクワが、フランス軍によって陥落させられた後ですら、コンスタンチンは、早急に、ナポレオン一世との早急な同盟締結を主張した。そしてミハイルク・トゥーゾフ元帥と一緒になって、ロシア軍は国境を越えてまで、フランス軍を追撃しない方よいと意見した。 戦役の間、ミハイルバルクライド通り将軍はコンスタンチンによる尻滅裂な指揮で軍を敗北に追い込まないよう、二度もコンスタンチンを戦闘指揮から外す必要に迫られた。ドイツとフランスでの戦いにおけるコンスタンチンの役割もまるで無に等しかった。1813年8月26日のドレスデンの戦いではコンスタンチンは軍事に関する知識のなさから、 肝心のとこで失敗を犯したが、では勇敢なところを見せて、賞賛を勝ち得た。パリでは、コンスタンチンは大した選考もないのに名称をぶって、人々の嘲笑の的になった。大公が、パリで最初に訪れた場所は旧社であり、また彼は、自分の宿舎でも、軍隊を並べて、更新や訓練を行わせていたと言われる。アレクサンドル一世がコンスタンチンを、 自分の創設したポーランド会議王国の事実上の副王に任命したことにより、コンスタンチンにも国政における重要な役割が与えられることにな。コンスタンチンは非政府国ポーランドを抑圧し、軍国化する任務を負った。コンスタンチンは会議王国の軍総司令官の地位を授けられ、1819年にはロシア領リトアニア地域の総司令官地位をも手に入れた。 リトアニアはかつて、ポーランドと共に、ポーランド・リトアニア共和国を構成していたことから、両地域を束ねる必要があったのだった。アレクサンドル一世の政治法人は、復古体制のヨーロッパに比べればリベラルな方だった。古典的自由主義者は教育、研究、経済活動の自由を謳歌できた。しかし、ポーランドでは肝心の自治が許されず、予算、軍事、 通称を自分たちの手で決めたいというポーランド人たちの欲求は高まっていった。都の兄弟を指導者とするの抗議運動が始まり、ポーランドにおける司法権の独立度をさらに高めるよう要求した。アレクサンドル一世は、この抗議活動を自由の乱用とみなし、5年間の国会、政務開催の停止を命じ、コンスタンチンにどんな手段に訴えてでも、 会議王国の秩序を守り抜くように厳明した。不安に駆られたコンスタンチンは兄に命じられた秩序維持を政府に表立って反抗していない人々にまで押し付けようとした。コンスタンチンは秘密警察、ロシア帝国内務省警察部警備局の組織力を強化し、ポーランド人の愛国運動を弾圧したが、これは多くのポーランド人から避難の的になった。 コンスタンチンはまたカリシュ派に代表される自由主義者たちに嫌がらせをし、地方行政と軍における要職をポーランド人から奪ってロシア人に与え、ポーランド人の部下たちをしばしば侮辱したり暴力を振るったりしたため、主官たちの間にも対抗に対する不満が鬱積した。国会は相変わらず、ロシアとの同訓連合を支持する人々が主として議席を占めていたが、その議員たちでさえ、 コンスタンチンのまるで自分が憲法だと言わんばかりのいたけだかな振る舞いはに余ると感じていた。1820年3月20日、妻アンナとの結婚が19年に及ぶ別居生活の末にようやく解消された。そしてその2ヶ月後の5月27日、コンスタンチンはポーランドの貴族女性伯爵夫人と再婚した。ヨアンナはと非伝家の称号を与えられたが、 コンスタンチンは、既戦結婚の代償としてロシア定位継承権を放棄しなければならなかった。放棄の手続きは、極秘裏に行われ、1822年に完了した。ヨアンナとの再婚後、コンスタンチンは、第二の故郷ポーランドに対する愛着をますます強めた。1825年12月1日に、アレクサンドル一世が崩御すると、コンスタンチンが、 定位継承放棄の文書にサインしていたことを知らなかった弟のニコライ大公はサンクトペテルブルクでコンスタンチンの皇帝即位を宣言した。しかしその数日後、コンスタンチンは事情を明かして定位を放棄した。このことが公に知れると北方結社は秘密集会を開いて連帯所属の主官たちにニコライに対して忠誠を誓わないよう制約させた。こうして デカブリストの放棄が発生した。弟ニコライ一世の治世に入っても、コンスタンチンは以前の地位を保った。デカブリスト放棄にポーランド人が果たした役割に関する見解をめぐり、早くもコンスタンチンとニコライ一世との間には意見の相違が生じた。コンスタンチンはポーランドでもう何年もの間続けられている。 独立のための組織的陰謀が存在することをひた隠しし、会議王国の軍隊と官僚組織は帝国に忠誠を誓っていると弟に、堅くなに信じ込ませようとした。皇帝の東方政策の結果、1828年にロト戦争が起きると、兄弟の間の不和は突然に表面化した。コンスタンチンの強硬な反対のため、ポーランド軍は戦争に動員されなかった。 1830年11月になると、コンスタンチンに対する暗殺計画が、ワルシャワで寝られるようになったが、陰謀者たちは暗殺の企てにも、また、軍の部隊全体を陰謀に引き入れることにも、失敗した。二つの部隊だけが、陰謀に加担して、武器庫を占拠したが、これが発端となって、多数の人々が武装して、放棄に参加し、11月放棄が勃発した。 コンスタンチンは反乱者たちに対してロシア軍を投入するのを拒否し、ポーランド人が起こした暴動は、ポーランド人が治めよと言い放つと、放棄した群衆を海業王国政府に任せてロシア国境内に退却した。それどころか彼は、ポーランドの放棄軍の兵士たちが勝利すると、誇らしく思うと発言しさえした。1831年6月27日。 これらにかかったコンスタンチンは、放棄が鎮圧されるのを見届けないままビチェプスクでよう、去った。コンスタンチンは、宮廷の社交儀礼を守らず、アレクサンドル一世をはじめとした自分の家族にこと、あるごとに反抗的な態度を示したことは、ロシアにおいては勇敢であり、生きでさえあると受け止められた。しかし、ポーランドでは、コンスタンチンは軍人にとっても、一般市民にとっても冷酷な支配者、 非道な暴君でしかなく、ポーランド文学においても、先生君主として描かれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。